ピンポン。ポイポイ。ポイポイ。チャンネル登録してね。ゲーム。こんにちは。こんにちは。動物集まったよ。私から紹介させて。来て私フラミンゴ、綺麗なピンク。なんで？ピンクのエビを食べるとピンク色に。私カバ、汗をかいたらピンク。え？ピカピカ日焼け止めになる。太陽もへっちゃら。動物の秘密、なんでどうしてなんで教えて。動物の秘密、なんでどうしてなんで教えて。聞いて僕ほっきょく。本当は白じゃない。そうなの？肌の色は黒色、毛の色は透明。動物の秘密、なんでどうしてなんで教えて。動物の秘密、なんでどうしてなんで教えて。聞いて僕北極ギツネ、色変わるんだ。不思議。冬は白、夏は茶色、素敵なカモフラージュ。動物の秘密、なんでどうしてなんで教えて。動物の秘密、なんでどうしてなんで教えて。僕は気分でも色が変わる。僕カメレオン、色が変わるんだ。すごい。怒ると赤、怖いと黒、気分次第。動物の秘密、なんでどうしてなんで教えて。動物の秘密、なんでどうしてなんで教えて。動物の秘密、いろいろね、不思議、動物の色の秘密。フラミンゴ、なんでピンク色じゃなくて灰色になっちゃったの？それが最近エビを食べられなくて灰色になっちゃったんだ。よかった、君が好きなエビを持ってきたよ。うわあ、ありがとう。エビのピンク色がフラミンゴの体をピンク色にするんですね。フラミンゴはエビを食べられないと灰色になってしまうんです。不思議ですね。今日はとても暑いですね。ピンキッズ、ニニも大丈夫？あら、カバも暑いのか汗をかいていますね。わあ、ピンク色の汗が出てるよ。大丈夫？心配ないよ。私の汗はピンク色なの。こう見えても天然の日焼け止めなんだよ。私のミルクもピンク色なの。ホッキョクグマが美容室に来ました。ニニ、ホッキョクグマの毛の色は透明なんですね。おっといけない、皮膚は黒色なんだ。終わりました。うん、
真っ白に見えるホッキョクグマだけど、実は黒い皮膚に透明な毛を持っているんですね。ピンキッズとニニもホッキョクギツネがかくれんぼをしています。じゃんけんぽん。もういいかい、いくよ。またピンキッズが鬼です。もういいかい、いくよ。冬には真っ白になって雪に隠れるし、夏には茶色になって岩に隠れるのさ。へへ。ピンキッズとニニもカメレオンが映画館に来ました。君怖かったんだね。全然怖くなかったよ。怒ったらまた色が変わったよ。カメレオンは周りの様子によって色を変えられるけど、気持ちによっても変わりますよ。Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus. Pruébenlos ahora totalmente gratis.